さあということで今日、えー、と今日っていうかまあ22日のねもう朝、えー、ニュースが入ってきてまして、えー、佐々木ちょっと今日忙しくてですねなかなか動画を撮ることができませんでこんな夜中になってしまいましたけども、えー、なんと、えー、日本ハムの、えー、西川選手 <laughs> FA してましたけども、えー、移籍先が、えー、決定しましてですね、えー、なんとオリックスということでまあでももう早々と。 えー、ソフトバンクがね、取るのをね、諦めたっていうね、えー、ニュースもありましたし、もうオリックスね、一つだけだったかなっていうところで、もう遅かれ早かれ決まるんじゃないのかなっていうところでね、こういった早めの決着になったんじゃないのかなと。えー、日刊スポーツの報道で言うと、えー、契約金は5年総額15億円以上ということで、1年で言うと3億円。推定で言えばね、今年1億2000万円ぐらいだったから、倍以上ということで、いやー、もうやめられないね、プロ野球選手。これはもう、破格の、ね。 どんどん、もう素晴らしい選手はどんどん年俸が上がっていくというね、えー、プロ野球界、えー、だけ物価高騰みたいなね、えー、ところでね、えー、5年15億。まあ最高だね。えー、現状28歳というところで。 えー、33歳までね、3億円ずつ総額ね、えー、もらえる可能性があるっていうところの、えー、ニュースになってますけども、西川選手はね、この、FA 講師っていうところを悩み抜いた決断だったと、えー、その中で、えー、パリーグでやってみたいと、野球人として幅を広げたい、もっと良、えー、くなるかもしれない、悪くな、悪くなっても自分の実力不足、やらない効果よりも、やってから後悔した方がいいっていうところでね、 え、広島から好条件を得ながら、まあ、FA でね、え、移籍っていうね、えー、ところになりましたけども、えー、ついてね、え、日刊スポーツではですね、えー、ふ GM、オリックスをね、え、今年1年見ていて、得点力を上げたいのと、あと外野のポジションがなかなか決まらなかったというところで、えー、そこが一番大きかったと。で、吉田正孝が抜けた、今季の508得点はリーグ3位、えー、星野森がライトを守るなど、外野は固定できなかったと。えー、4連発の日本一奪回大きな1ピースを加わったと。天才的なバッタコントロールを持っていて、打撃の技術は相当 高いと、えー、福良 GM とととと福 gm 戦力的には大きなところだと思うとあと、左の若い選手が多いですから、西川君の無駄のないバッティングを見て相当勉強になるんじゃないですかねと、京、えー、セラドームで、えー、話をしたというところになってますけども、えー、まあ、これはね、 相当大きい。で、まあ、あの、いろいろね、あれから FA してからいろんな方に話を聞いたり取材したところによると、えー、やはり本人はね、かなり大阪が好きだったっていうところと、まあ、パリーグに興味があるっていう中でね、仮に阪神がオリックス以上の条件を出したとしても、 オリックスに行ってたっていうね、えー、ところの話を聞きましたけども、ここがね、パリーグに行くっていうのがもちろん本人のね、パリーグの野球も勉強したいっていうところも、えー、大前提としてあるんじゃないのかなっていうところと、やっぱ広島カープにね、やっぱギリを立てたっていうところもあると思うんだよね。やっぱセリーグに行かないで、パリーグに行くというところで、広島をね、相手に戦うことは、まあ、交流戦ね、日本シリーズしかなくてですね、えー、広島の順位にさほど影響しないっていう中では、 広島カープにね、やっぱギリ立てしてパリー行くっていうところを選択したっていう男気 FA なんじゃないのかなと、え、佐々木は勝手に思ってるわけですけども、まあそうなってくるとですね、こっからどういうところを守るかっていうと、まあでも来年ほぼほぼね、オリックスも決まってると思うんだよね。そのもしキャッチャーが若月の場合、ね、キャッチャー若月。で、ファーストトングー。セカンドは流動的だね。で、サードムネ。え、ショート紅林。レフト西川。 で、センター、中川。で、ライトに杉本がもし元気だったら入ってきて、DH に森っていうね、えー、ところになってくるんじゃないのかなと。で、まあ森がね、キャッチャー出れば、ひょっとしたら外国人選手、今年ね、ゴンザレスのセデーノいましたけども、もう一人ぐらい大型のね、大砲系をこのオフにね、 ひょっとしたら取ってくる可能性があるかもしれないっていうところでは、打線においては大きなね、戦力アップにつながったかなと思います。まあ、その中でね、仮に西川が打順をね、組んだとすれば、里崎が、もし監督だったらもしくは、里崎の予想では、1番、中川。ね。今年も2割6分くり、ホームラン12本っていうね、形で、136アンダー。まあ、足もありますし、ここはね、中川が1番に入ってくるんじゃないのかなと。そして2番、西川。 これね、西川はね、俺2番だと思うんだよね。中島監督生、あんまりバントとかもしない。年間同士オリックスはバントも少なかったで。特に初回からはしない。そういったところで言うと、2番西川でね、一気に攻撃力で序盤から得点を重ねる。えそして3番が頓宮、3割7厘、ね、123安打、16本塁で49打点。4番森、2割首4厘、113安打、18本塁で64打点。5番ライト、 杉本。まあ今年ちょっとね、2軍にも落ちましたけども、16本塁四41打点、2割4分二厘。6番、ショート、紅林。今年打撃でもね、大きく貢献して、2割7分5厘、ホームラン8本、122安打の打点39ね。守備もね、来季はゴールデングラブ賞を狙っていくでしょうし、大きな成長。7番、サード、宗。えー、2割4分5厘、105安打。2本塁二22打点。8番、キャッチャー、若月。 二割五分五輪。え、今年のゴンリア17だてね。9番、セカンド、ギボ。二割七分五輪。41アンダー。もしくは、セカンド、野口チ。二割二分六輪。51アンダー。ね。もし、ね、セカンドが守れるならば。もしくは、7番、セカンド、ゴンザレス。9番、サード、ムネ。どうですかこんな感じの打線。結構、いやらしいし、熱いね。 そう考えると、俺はね、西川が1番とか3番とか、まあ1番とかクリーンナップとかじゃなくて、2番西川が1番攻撃力を増して、前後、ね、回打線からも、ね、しかもクリーンナップに向けても、そして初回からも大きなね、攻撃力を生むっていうところでは、2番レフト西川。これがね、一番いいんじゃないのかなと。逆に、広島カープ。 かなり痛い。チームで、ね、チーム打率ナンバーワン3割5人、チーム打点ナンバーワン56打点、チームアンダーナンバーワン127アンダー。この西川が抜けるっていうところで、外野がどうするのかっていうね、まあセンター秋山、もう秋山もね、こと来年36歳、なかなかもう1年ね、えー、試合出場するのも難しいぞと。 ライト末金、ね、今年ね、大きく成長したっていうところでも来年28歳、ね。2年連続しっかりした結果が残せるのか、ね。レフトはどうすんや。中村、高弘、もしくは、今年ね、一位薄く、ね。20歳の若手、来年21歳、ね、えー。出場試合数は10試合、22打席だけども、ね、22打数はャンドで3割6秒に大きく田村をレフトで出して、 これは急成長を狙っていくしかないのかなと。もしくは堂林、ド林エ中村健と、ノマっていうね、えー、ところで、まあなんとかね、仕上げていかなきゃいけないんじゃないのかなっていうところはあるけども、カープの順位予想がどうしようかっていうね、ところで今ね、 超悩み中です。ということで、佐々きね、土曜日に、今週の土曜日に、えー、ホームテレビ、フロントドア、佐々き出ますので、そこで今年1年間の広島カープのね、えー、佐々きの評価、そして西川が抜けてカープをどう立て直していくのかっていうところをね、えー、フロントドアで解説したいと思いますので、ぜひそちらもね、見てください。えー、そしてですね、えー、ここでですね、えー、SNS で、SNS で湧いている、えー、ちょっと、あのー 情報を語っていいいきたいと思いますけどなんと SNS では去年もそうなんですけども山本由伸もこの2週間の間に、えー、行き先が決まらなかった場合は、えー、プロテクトしなくちゃいけないっていう28人のプロテクトしなかったらカープが山本を取れる権利がシステム上あるっていうねそしたら山本を取ってそのままポスティングにしたら山本のお金がカープに入ってくんじゃないのかっていうねところの理論上は 大丈夫そうだからね。でもこれ山本をプロテクトしたら一人減るからね。これ山本をプロテクトしなきゃいけないのかしなくてもいいのかで、かなりオリックス違うからね。まあでも山本プロテクトしないだろうね。しかもカープもそこはもう暗黙の了解で取らないだろうね。そんなことはまあしないでしょというかで、万が一それを取れば面白いというところと、プロテクト山本を入れなきゃいけないのかっていうね、皆さんどう思いますかね。 一緒に考えましょう。まあ、そんなことはないと思う。もうカップもそんなことしない。ね。その中で、え、サズザキチャンネル。もうサ々ザキはですね、広島からオリックスに西川が行ったということで、ここはね、人的保障が発生します。その中で、ね、えー、もうサ々ザキ、オリックスのプロテクト選手を、えー、勝手に決めてあります。 そして、えー、どこの球団に行くかによって、どこを取るのかはね、あれなんで、これから、えー、カープが、そのプロテクトから外れた選手、誰が取っていいか、動画を作成します。今日はもう寝ますんで、できませんね。だから近日中に、えー、広島カープ、オリックスのプロテクトはこの選手だ。そして、外れた中からこの選手を取ろうっていうのをね、動画にしますので、ぜひ、そちらもチェックしてください。 ということでね、えー、結構発表から夜遅くなりましたけども、サ々木キチャンネルね、西川 FA 遺跡、オリックス、5年総額15億以上というね、情報をお伝えしました。 ということで、来年のオリックス4連覇っていうところも、かなり前進した。山本が抜けても、打って返すぞ。ね、山下俊平大いるぞ。あずも出てきたぞ。そばにいるぞ。そして僕のギレイ、怪我から復帰するぞ。っていうところで、かなり大きな戦力になりましたね。えー、引き続きですね、えー、あと中田、そして、ま、山川とかね、えー、そういった選手の動向がですね、決まり次第、またね、サザキチャンネル、サザイがね、解説していきたいと思います。ということで、え、サザイが西川の FA 情報をお伝えしました。それでは、